どうもこんにちは、ジャグリングショップ MDF 店長のカスタンです。今日はですね、お客さん来てます。じゃーん、紹介します。自己紹介お願いします。福岡から来ました、渡辺翔太郎です。ダイススタッキング、今教わってます。はい、ということで逆にですね、僕が、教えてもらったダイススタッキングの技をですね、今からここでやりたいと思います。一発でお見せしたいと思います。まず4つですね、4つ。まずこの4つをですね、この4つやります。ね、そして浮かしまして、はい、ありがとうございます。これをですね、教えてもらったわけですね。で、ここから話はですね、7個もいけるんじゃねみたいな7個いけるんじゃねみたいな話になりましてですね、7個にチャレンジしたわけです。で、7個に最適な場所っていうのを見つけました。我々7個行ってみたいです。一発で、あ、上が取れた、びっくりした。すいません、今のは僕のミスじゃないです。これね、ちょっとずっといろいろやってたんで、ちょっとそんなこともありますね。2、4、6、7、ね、いきます。太い7個いきますよ。あかん、すいません、今のは見ないふうにしてください。いきますよ。このちょっと待って、ここ編集でなんとかします。いきます。前の方行ってもうた。いける。いや、もうとこっちです。おー、完成しました。握手、7個バージョン手のひらです。すごいやりましたということでですね、ダイスカップのこの高さ、まあMDF 棚ですね、まあ、7個でも10個でも15個でも、自由に選択することができます。ぜひですね、この動画を見て、手のひらダイスチャレンジしたいな、4個以上チャレンジしたいなっていう方は、ぜひこの MDF のあるダイスカップ販売してますんで、これゲットしてみてください。以上、ジャグリングショップ MDF からカッサンと翔太郎でした。以上です、さよなら。